はい、それではね、今日からこのドラゴンクエストビルダーズ2破壊神指導と空っぽの島の実況をねやっていこうと思います。まあ来ましたね、前作をねプレイしてとても楽しめたので、今作もね、ぜひプレイしようと決めていました。いろいろね前作からも、変更点とか改良点とかもあるみたいなので、まあ期待にね胸を膨らませながら、やっていこうと思います。では、早速始めていきましょう。さあ破壊の時じゃ。始まりました。ハーゴンとシドですね。我らが教団の主大神官ハーゴン様のそのお言葉で、魔物たちは各自で破壊の限りを尽くした。しかしロトの血を引く3人の勇者によってハーゴン様は破壊神指導様もろとも倒されてしまった。おお、あれから幾年月、世界が平和となった今、我らも考えを変えねばなるまい。もはや手段を選ばぬ、世界を滅ぼすためにあらゆる手を尽くすのだ。おお、ハーゴン様万歳、破壊神指導様万歳。ハーゴン様、どうか地獄の底から我らをお導きください。あなた様が夢見た世界に。勇者よ、世界を救いたもう若き勇者よ、今こそ目覚めの時です。さあ目をお開け上がりなさい。なんてな、今のは冗談だ。いつまでも寝てやがるからそれっぽく起こしてやっただけさ。念のために確認しておく。貴様、物を作るビルダーで間違いないな。いい家にしときましょうか。前作はいい家の、メッセージがあんまり用意されてなかったんですけど、今回は結構メッセージね、出てきますね、ちゃんとね。うん、嘘をつけ、貴様がビルダーだということは分かっているのだ。貴様は確かケツの青いビルダー見習いだったはず。やはり貴様がふさわしかろう。さあついてこい。扉を開けて階段を上ったら俺に声をかけるんだ。うん、来ました。よし、はい。最初チュートリアルですね。一応体験版でもね、こんな感じ、あったんですけど、このシーンね。一応今作は、前作は男の子キャラでプレイしたんですけど、今作はちょっと女の子キャラでね、やってみようかなと思います。一応キャラメイクもねこんな感じで作ってみました。まあ相方がね、後で出てくると思うんですけど、男の子のキャラなんで、まあ女の子の方がちょっとバランス的にいいかなと思って、はい、やってみました。一応いろいろね、チュートリアル、カメラのね、このズームイン、ズームアウト。これ欲しかった。あとこの、一人称視点ね、うん。これも前作、カメラアングルすごい苦労したんで、よし、ありがたいです。はい、ビルダー、面白いことを教えてやろう。移動中に、走ることができる、うん、ダッシュもね、これね、このあられちゃん走り。キーンってやつね。懐かしいでしょ。ちょっとこの子も話しかけて、聞こえていたわよ。あなたお尻の青いビルダー見習いなんですって。ここから逃げる方法を見つけてほしいけど、あなたみたいな乳草顔のお子様じゃ望み薄ね。ああ、僕たちはここで死ぬんだ。こんなことならビルダーなんかになるんじゃなかった。ハーゴン教団はほとんど壊滅状態のはずなのに、まさかこんなことになるなんて、トホホ。トホホって、リアルで一回も聞いたことないよね。ビルダーよ、いいことを教えてやろう。誰かと話し、まあまあ、基本中の基本。その辺は大丈夫だね。
牢の中にいる女はお前の知り合いか。ギャンギャンとわめき続けて、それはそれは恐ろしい。お前なんとかしてくれよ。うん、よし。今回は、前作はね、ドラゴンクエスト1の、まあ、その後の、まあ、パラレルワールドみたいな感じの設定だったんです。今作は2の、シナリオ的にはね、後日談という形になるんでしょうね。階段を登ってこれたんだな。けっけっけ、見習いにしては上出来だ。うん、見ての通り、ここは海の上。どうせ逃げられはしないのだ。無駄なあがきはするんじゃないぞ。うん、ところで貴様、随分と物欲しそうな顔をしているが、ひょっとして寝すぎて腹が減ったか。物欲しそうな顔。ではこれでも食って腹を満たすがいい。船長である俺からの選別だ。なんだっけ、昆布か。昆布だね。食べよう。よし。しばらく何も食べていなかった。空腹を感じ始めた。食べられる、はい、ちょっと、ま、体験版でも一つそれやったんですけど、順番にね、もう一回やっていこうと思います。うん、昆布を食ったんだな。どうだ、硬くて生臭くて最高だろう。喜べビルダー、それが貴様の人生最後の食事だ。貴様はこれから死ぬ。だがその前に貴様に我々のために働いてもらう。死ぬ前に死ぬほどこき使ってやるぞ。うん、うん、食べられる。え、でもう一回話そうか。そうこわがるな。すぐに命を取ったりはせん。さっきのは半分冗談だ。貴様には特別に生きるチャンスとくれてやる。死にたくなければ俺の命令に従え。どうして、自分はどうしてここにいるのか状況がよくわからないだと。ならばマストの下の5匹の魔物と話し、過酷な現実を思い出すがいい。全員と話したらここに戻ってくるんだ。うん、よし、まあ一応ねやっていきましょう。プルプルプル、僕たちはハーゴン教団の生き残り、いわゆる残党ってやつだよ。またいつの日かこの世界を恐怖のどん底に叩き落とすべく地道に活動してるってわけさ。プルプル、え、この震え会、これは いわゆる武者震いってやつだよ。プル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 スライムって昔からプルプルプルって言ってました。なんかね、いつから言い出すようになったのかちょっと思い分かんないんですけど、もうちょっとカメラ寄っときましょうか。こんな感じ、これぐらい。よし、ウィップ、この船そこそこ揺れるよね。すっかり船酔いしちゃったよ。え、この船はどこに向かっているのかだって。そんなこと下っ端のドラキーが知るわけないだろう。僕はただ連れて行かれるがままさ。うん、はい、これなんだったっけ、ミニデーモンでしたっけ、違ったかもしれない、ベビーサタンでしたっけちょっとわかんないね。おいおうおう、ビルダー見習い、見習いの分際で肩で風切って歩きやがって、うん、教団が壊した世界を再建すべく、最近はどこもかしこもビルダーだらけ。いい加減めまいがしてくら。全く嫌な世の中になったもんだぜ。ビルダーは少しずつでも駆除しないとな。うん、もう一匹、お前は確かメルキドからさらってきたビルダー見習いだったな。俺にさらわれたばっかりにその若さで命を落とすことになるとは、心の底から同情するぜ。うん、とこれは何だったっけ、悪魔神官とかそんなんですね。ローレシア、サマルトリア、ムーンブルク、ロトの血を引く三国の勇者によってハーゴン様は倒された。ハーゴン様は自らの血を捧げて呼び寄せたという破壊の神モルトもな。しかし強そうだけどね。我らは諦めない。ハーゴン様の意志を継ぎ、いつか世界を滅ぼしてやるのだ。よし、こっちね。何して話した、役に立つことを教えてやろう。進む道が分からなくなったときは、お願いされたことを確認したいときは、もう一度同じ相手に話しかけるといい。分からないことは恥ずかしがらず、もう一度聞く。いいか、できるやつはみんなそうなのだ。できるやつね。よし。けっけっけ、5匹の魔物たちに話を聞けたんだな。よし。命令通りに戻ってくるとは素直なやつだ。我々は破壊の神を崇めるハーゴン教団の生き残り、そして物を作るビルダーは我々の敵だから、こうして世界中の邪魔なビルダーどもをさらっているというわけだ。
ビルダーをさらって何をするつもりかだと。上の考えはよくわからんが、物を作る不届きなビルダーどもを根絶やしにするおつもりなのだろう。そんな中、貴様は生きるチャンスをもらえたわけだ。せいぜい泣いて感謝するんだな。達成。クエストとか分かりやすくなりましたね、だいぶね、さあビルダーよ、せっかくの生きるチャンスだ。死に物狂いで命令に従うがいい。昨日の夜、船が激しい嵐に見舞われてな、貴様にやらせたい仕事があるのだ。まず甲板にある流木を5個壊し、木材を10個拾ってきてもらおう。集め終わったら俺に報告しに来い。 OK、よし、これね、はい、このね、男の子のさ、キャラがさ、もうまんまスーパーサイヤ人だから。ちょっとね、よいしょ。どうしてもそのイメージがね、強いですよ。よあれ？あ、一個びっくりした。一個なんかないと思って。流木を殴って木材を集めたんだな。うまく甲板をきれいにできたじゃないか。その調子で仕事に励めば死なずに済むかもしれん。せいぜいもらったチャンスを生かすがいい、はい、なぜ自分にチャンスをくれるのかだと。破壊神をあがめる我々が物を作るビルダーに頼るなど本来あってはならぬこと。だが同じビルダーでもケツの青い見習いならまだ許されるような気がするだろう。さあ労働は始まったばかりだ。これから貴様には見習いとしてキリキリ働いてもらうぞ。この世界の多くのものは壊せばものづくりの素材として手に入る。ビルダーよ、悪用するんじゃないぞ。いろいろ教えてくれますね。今作からまあやり始めてもね、全然遊べると思いますね。丁寧ですよね、さすが。ドラクエですからね。ビルダーよ、牢屋から連れ出してから貴様をずっと見ていたのだな。無駄に飛んだり走ったり、必要以上に魔物と話したり、どことなくはしゃいでないか。バレてる。それにだ、貴様、顔がニコニコではないか。魔物にさらわれたものとはとても思えん。確かに笑ってるね。楽しいんですよ。ね。これが真顔だから仕方がない。雑用でも頼られて嬉しいだと。こうも緊張感がないと調子が狂うが。貴様には次の仕事に取り掛かってもらおう。看板にいる連中に話を聞いて3つほど依頼をこなしてくるのだ。全て終えたら俺に報告しに来い。まあチュートリアル兼ねてのあれですね。順番あるんだよね。そうそう、これから。よし、まあサクッともうやっちゃいますよ、この辺は、ね、よし、松明を作れと、油もらって、よし、黒いブロックに置けと。よし、はい、作業台ね、作りましょう。はい、よし、 OK ね。あ、ここもかな。まあ大体操作は前作と、間違えた、一緒ですよね、ほぼね。これどうやって取るんだっけ。壊せばいいのか。松明を作り、目印の場所に置いたのだな。この船の松明にしては間が下に欠けるが悪くはない。暗かった看板が明るくなったぞ。ビルダーか、やはりものづくりとは小憎らしいものだ。急ぎ仕事を終えさせ、息の根を止めねばならん。さあこの看板には依頼を持つ者がまだいるはずだ。引き続き皆の声を聞いて回るがよいぞ。よいしょ、次その骸骨ですね。おお、我が物顔で看板をおろつきやがって、貴様何してやがる。船長に命じられて俺たちの依頼を聞いて回ってるんだな。死ぬ覚悟はできているんだろう。だったら俺様の退屈しのぎに付き合ってもらおう。ビルダーってやつは戦う力はどうなのかと思ってな。貴様の魔物と戦う腕を見てみて。おい、そこのお前、ちょっとこいつと遊んでやれ。殺さない程度にな。あいつね、戦闘です、はい、
あそこにいる骸骨と戦ってみせろ。戦い終わったら貴様、俺様に知らせるんだ。オッケー。登ってくる、こいつ。あ、登ってこないぞ。あ、登ってくんのか。このね、ビルダー流の戦い方をしないとね、せっかくなんで。いた。効かないな、いて。殴り合いだ。あ、終わった。ありとあっさり。なんてなって。痛くもかゆくもないぜ、うん。貴様大丈夫か？そんなにひ弱な体とチンケな腕じゃ、この先生きていけないぞ。おっと、そうだった。貴様はこの先生きていかないんだったな。さあ、ビルダー見習い。自分の無様さを報告しに行くがいい。うん、さあ、これで、戦いには向かねえようだ。武器さえあればやっつけられるだと、うん、さあ、ここでこの取り出したがこの本ですよ、うん、何のつもりだ。考えてます、はい、このなんていうのかな、かわいいよね、この本出して書くヒノキ、そのうちもうめんどくさくなってくるかもしれないけどなんだその下り顔は、一体どうしたってんだ。ヒノキの棒をひらめいただと。ほうほう、ビルダーってやつは作るものをひらめくことができるんだな。よし、せっかくひらめいたんだ。作業台でヒノキの棒を作って俺様に見せてやがれ。見やがれ。ヒノキの棒を作ったら装備するのを忘れるなよ。武器は持ってるだけじゃ意味ねえからな。はい、よし、これね、よし、はい、装備ね、装備した。うん、ヒノキの棒を使ってもう一度骸骨と戦ってみるか。はい、よし、 OK。 ちょっと登ってみよう。ここ当たるかな、当たる、当たんないね。でもこっちの攻撃は当たると、ね、こういう戦いをしていかないといけないですね、うん、勇者じゃないんでね。そうそう、ほら俺の負けだ、ビルダーよ、見違えたぞ、うん、さあ見事俺を倒したと報告しに行け。グフ、もう生き返らへんのこいつ、うん、はい、ヒノキの棒を使って骸骨を倒したんだな。見てみろよあいつの姿、バラバラで何も何とも間抜けだぜ、うん、かわいそうだと。こりゃ傑作だ、自分より魔物の心配をするとは。貴様随分お人よしだな。楽しかったぜビルダー、貴様のおかげでいい暇つぶしができた。そしてよくわかったぞ、ビルダーは素手ではヘッポコだが自分で武器を作り強くなれるってことかな。看板を回って次の依頼を探しな。ただの屍になりたくねえなら早く行きやがれ。はい、よし、さあ、そう、ここね、次は、松明とヒノキの棒を見事に作ったな。次は私の命令を聞いてもらうぞ、うん、ビルダー道具は持っておるのか。持ってない、持ってる、嘘をつけバレてる。ヒノキの棒以外はそれらしいものは何も持ってないではないか。ではお主にはローのビルダーから取り上げたグローブを授けよう。グローブを使って物をつかめば壊さずに持ち運ぶことができる。置いてあるものを並べ直すのに便利なのだ。これも助かりますよね。前作は壊さないと持てなかったんですけど、うん、そのまま持ち上げて運べるっていうね。さあ、このグローブを使って看板に散らばった6個の樽を拾い、私の横の御座の上に並べるのだ、はい、イエイ、ゲット、うん、回転もできるんですよね、うん、こう持ち上げて、まあ、これ樽は回転ないですけど、
向きのあるもんは結構便利ですよ。あ、間違えた。なんていうのかな、前作までだとこっちの向きで置きたいってなったらこうわざとこなんていうの、こっち向き自分の位置を変えてじゃないと置けなかったけど、今作はもうこのままこう頭の上で回転させられる。これも持ち上げられへん階段とか欲しいんですけど、ないか。とこれか、木箱は、木箱も無理なんか。今はもう樽だけだね、できる。もうサクッとじゃあやっちゃいましょう。いくつか運べたらいいですけどね、 2,3 個一気に運べたら。よくできておる。グローブをうまく使い、すべての樽を運んでくれたのだな。お主、最近の若者にしては随分熱心に働くではないか。素晴らしい。褒めて使わすぞ。うん、これ苦情来ないんですか、最近の若者は働かないっていうことを暗に言ってますけど、ね、うん。働くよね、若者。しかし、物を作り、物をひらめき、ビルダー道具を使いこなすとは、やはり教団の敵には違いない。熱心に働くお主の命を奪うのは少しばかり惜しい気もするが、後の判断は船長に任せるとしよう。はい、よし、もう、船長に報告しに行くがいい。はい、よし、ね、見ていたぞビルダー、連中の依頼をすべてこなしたんだな。自分をさらった魔物の命令をアーも楽しげにやりこなすとは。貴様はなかなか面白い。俺は貴様に興味が出てきたぞ。ビルダーよ、貴様に問う。ものづくりとはそんなに楽しいことなのか。そうでもないです。嘘をつくな。楽しくもないことをああも楽しげにやるやつはいない。なかなか素晴らしい。うん、やはり貴様には死んでもらわねばならんな。よし。言っただろう、我々にとってビルダーは敵でしかない。楽しげに物を作るなどもってのほかだ。さあビルダー見習い、そこに直れ。その首俺が切り落としてやる。ちょっと表情変わりました、ね、なんてな。まだ驚いてる、まだ驚いてる、うん、瞬きしてるね、ちゃんとね。安心しろ、貴様の命は取らん。見たところ貴様は素直でお人よしで熱心だ。奴隷としてこの上ない才能を秘めている。それに何より俺が貴様を気に入ったのだ。貴様は俺の奴隷として買ってやる、はい、それはそうとビルダー見習い、実はずっと気になってたんだ。だがこれ見よがしに背負っているその分厚い本は何なのだ。見るからに普通の本ではなさそうだが、ほう、ん、雨か。これはまずい、嵐だ。慌ててますね。よし、走ってる走ってる。ビルダー見習いか、どうやらお前がふさわしいようだ。うん、お前こそ世界を作り壊すもの。うん、うん、来るがいい、私のもとへ。これは一体誰が言ってるのか。おいビルダー、何をボケっとしてやがる。ここは危険だ。貴様はそこの階段を降りて戦争にでも隠れてやがる。ここね。さあこの女の子は何を、この騒ぎは一体何が起きてるっていうの。もうダメだ、僕たちはここで死ぬんだ。こんな時は嵐が、ん、こんな時に嵐がビルドされるとは何たる不運。これはもうダメかもしれませんね。あなた自由に動けるんでしょ、早く何とかしなさいよ。うん、なんとかね。ね、鍵あるんでしょうかね、これ。思ったんだけど。ないんかな、手に入んのかな。おお、この揺れは。ああ、倒れた。うん。
船底が早く早く来てください、うん、今行く待っていろ大丈夫かビルダー、今は船が心配だ。これはまずいぞ、誰か来てくれ。来た、うん、ちゃんとヒノキの棒を背負ってますね、うん、よし、まあのんびり行きましょう。このランプ欲しいな。これ前作もこういうやつお世話になりましたね、だいぶね。樽を壊せないか、はい、はい、おいビルダーこっちへ来てくれ、直すのね。先に直してから頼むビルダー、穴に、船に開いた穴を塞いでくれ。もうやっときましたよ海水が骨身にしみる、早くしてくれ。おお、今度はこっちね。これはまずいぞ。うん、また穴が、あそこの穴も塞いでくれ。よし、はい、よいしょよいしょ、あれよいしょ。なんかね、水の中へと二段ジャンプみたいにできるんですよ。なんか海面から出るときにもう一回高く飛ぶ、うん、ね、だから普通だとこの高さ登れないと思うんですけど、ね、これ登れないですけど、水があるとここは無理か。なんか、ね、こういう泳げるんですよね、だから要はね、こういけるんですよね。よいしょ、はい、うん、よく穴を塞いでくれたな。しかし岩にぶつかって 船全体がもろくなっている。いつまた穴が開いてもおかしくはな。次ここです、ここです、ここあ、来た、よし、やはりあの3つの穴も塞いでくれ。よし、はい、あ、間違えた不思議な力が働いてましたね。最後この辺でしたね、確かね。穴を全て塞いでくれたんだな。これで少しは持つだろう。その間に乗員を。今度はなんだ、ドカーンもうダメだー。わーわー、ガードしてた、ガードしてたね。これでオープニングですね、うん、ちょっと髪の毛の色変わってるけど、男の子で始めたらここのシーンちょっと違うんですかね。ああ。うん。この手は始まりましたね。あ、めっちゃ綺麗だね。これが相方ですね、今回の。ドラクエはね、やっぱりね、音楽がね、いいですよね。こう、テンションを上げてくれますよね、こういう音楽。
すごいね。ちょっとロロンドみたいなやついましたね。こんなん作れるんすか。魔物が来ても、もうこの辺まんまドラゴンボールですよね。このなんていうのかな、構え方とかね。どこかに流れ着いたようだ。辺りの様子を探ってみよう。はい、というわけでこの島にねたどり着いたところで、一応まあチュートリアルというか、は一区切りですね。はい、なのでまあ今日のところはね、そしたらここで一旦終わりにして、また次回この続きからやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。